ノースウェスト航空、ノースウェスト航空、ノースウェスト航空、ノースウェストエラインズ、インクは、かつて、アメリカ合衆国ミネソタ州インガン、ミネアポリスセントポール郊外に本部を置いていた航空会社、デルタ航空と経営統合し、2010年1月31日をもってデルタ航空となった。社名は、ノースウェストだが、本社が、 アメリカの北西部にあるわけではない。創業時に初めての定期便を飛ばした路線が北部中西部、旧北西部領土、ノースウェストテラトリのイリノイ州シカゴとミネソタ州、ミネアポリスを結ぶ航空郵便路線だったことから、これが社名に選ばれた。またノースウェスト航空はアメリカ本土から日本をはじめ東アジア各国に定便を就航させた草分けであったことから、 一時社名をノースウエストオリエントとしていた時期もあったが、陶器上の正式名はノースウエストのままで変わることはなかった。第二次世界大戦後、日本航空の立ち上げ時の運航を委託するほか、東京のみならず、大阪や名古屋など複数都市に乗り入れるなど、日本との結びつきは強く、2007年度で太平洋路線就航から60周年を達成した。 インカとキャリアとして日本経由に対して無制限の遺炎権を有していてアジア太平洋地区における最大の拠点として成田国際空港をハブ空港としていた日本支社はアメリカ国外の支社としては充実した体制で客室乗務員基地や整備部門機内移植部門だけではなく運航管理部門までも設置されていてアジア太平洋地区における あらゆる業務を行うことから第二の拠点とさえ言われていた。整備部門を例にすると200名近い要員を配置し、修理やエンジン交換も日本で行うことが多かった。特にボーイング747用のエンジンは常時4機の予備エンジンを確保しており、整備レベルの高さは社内でも有名でアメリカ本国からボーイング747の修理のために日本へ ベリーフライトさせたり、日本支社の整備担当者が、アジア地区の就航地へ出張することも多かった。成田国際空港の B 滑走路でも、離着陸可能な機材として、2002年4月18日から2003年10月15日までは、エアバス A320 を2003年9月30日以降はボーイング757を、 成田国際空港からアジア地区への路線に使用するために常駐させる運用を行っていたが、これは前日のような日本支社の体制により実現した。ノースウェスト航空は1926年9月1日にノースウェストエアウェイズとして創立し、使用機材442機のアメリカ第5位の航空会社となっていた。設立当初は郵便の航空輸送などを受けていた。 実際に旅客輸送が開始されたのは1927年のことである。1934年にはノースウェストエラインズ・インクとして開組した。1941年2月14日には株式上場を果たし、初の株式公募を行った。第二次世界大戦中にはアメリカの戦場優先の考えに基づいてアラスカをはじめとする多くの地域に 軍事輸送を行う。その軍事輸送プログラムは特殊プログラムも含め合計で11にも上った。このプログラムを行うにつれノースウェスト航空の社員数は急増した。また、この軍事輸送プログラムに多くの保有機を当てたことから一時はアメリカ国内の小都市への運航便を停止することとなった。戦後間もない1948年には 保有機すべての尾翼が赤く塗り立てられ、これがノースウェスト航空の大きなトレードマークとなった。また1940年代には、それまでノースウェスト航空が対象としてきたアメリカと日本の北太平洋地域の狭い範囲だけではなく、さらに中華民国や独立したばかりの韓国などへも運航便を開始した。1950年代後半には、 多くの保有機をプロペラ機からジェット機へ機種変更した。中でもロッキード L-188 は多く保有していた。1960年には初の本格的なジェット旅客機である DC-8 を導入した。これによりノースウェスト航空が運航する多くの長距離路線の輸送時間が大幅に短縮されることとなった。また、 1961年には DC-8 に加えてボーイング720を、1963年にはボーイング707から320を引き続き導入している。1970年に入るとボーイング747を導入し、長距離路線をはじめとする多くの路線に収益させた。太平洋路線やアジア路線でも他社に先駆けて7月に東京へ、 11月には、台北747の一番機が乗り入れている。1972年5月には、DC-10 を導入している。1979年には、アメリカの航空業界の規制緩和により、新たに数多くの路線運航に参入し、1986年には、全米に路線網を持っていた、中堅航空会社のリパブリ、航空を買収し、 国内線を強化した。1980年代には、ボーイング747から400、ボーイング757や、エアバス A320 などを多数導入した。ボーイング747から400については、ローンチカスタマーとなっている。またこの年代に、新たな国際路線を多数開設している。1990年、 ノースウエスト航空は多額の資金を投じサービスなどの向上を目標とするプログラムを実施した。1997年にはノースウエスト航空市場で最高の利益である5億361万ドルを1年間で上げ。2005年、原油価格高騰に伴う燃料費の増加などによって収益が悪化。9月14日、デルタ航空ともに 連邦倒産法第11章の適用を申請したが2007年5月31日に経営再建することとなった2006年には運航停止となったインディペンデンス航空を設立7月に再建開始世界的に拡大している航空連合の元となる国際的提携を KLM オランダ航空と初めて行ったとされる詳しくは ウィングス・アライアンスの項を参照。2008年6月、原油の影響により、燃費の悪いアメリカ製旅客機ボーイング757を14機、DC-9 を33機削減することを発表した。2008年1月に、デルタ航空と合併交渉を開始し、同年4月14日に合併合意を発表。同10月29日、 アメリカ合衆国司法省が認可したことで、両者は即日合併を発表した。旧ノースウェスト航空の持つアジア太平洋のネットワークと旧デルタ航空の中南米のネットワークを合わせて、両者がお互いに手薄だった路線を引き継ぎ、広範囲な路線網を持つアメリカ最大の航空会社になった。また、従来より提携関係の深いパートナーである。 エールフランス KLM と合わせると、大西洋路線でも大きなシェアを持つことになった。2009年度から、クロスフリーティングと呼ばれる、デルタ航空の機材と自社機材を混ぜて、お互いの機材をお互いの路線に導入、コードシェアを実施した。2010年1月30日、NW2470 便を最後に、ノースウスト便名による運航が終了、同時期に、 ウェブサイトも終了となり、デルタ航空との経営統合を完了し、正式に社名が消滅した。その後デルタ航空に代わってからもナルタハブの状態は、ここ最近まで続いたが、需要の低下や羽田空港発疑惑の問題などが、原因で次第に便数を減らしていった。そして2018年3月、デルタ航空と大韓航空が共同事業を開始。 太平洋路線のハブ機能は事実上インチョン空港へ移転され、羽田時代を含めて70年以上続いた、東京のハブ機能は幕を閉じた。運行されていた、シアトルデトロイトミネアポリスロサンゼルスサンフランシスコ、ポートランドホノルルなどアメリカ7都市から、日本の3都市、イコール東京、成田、大阪、関西、名古屋、中部は、すべてシンデルタ航空便として継承された。 また、既得の異援権を活かすことで、成田国際空港をハブ空港の一つとし、ソウル、新川、富山、香港、台北、シンガポール、バンコク、マニラ、北京、上海、ホトや中部からマニラなどへのネットワークも形成し、グアム、サイパンへもデルタ航空便として運航されている。以前は、成田から、公州白雲国際空港、関西から、高尾国際空港、 クアラルンプール国際空港などへも就航するほどアジアネットワークを広げていたことによりノースウェスト航空の日本での知名度は非常に高い。また古くからムンバイにも乗り入れているがこちらは東周りのアムステルダムからの便となる。なお、大西洋路線では主に米国のデトロイト、ミネアポリス、シアトル、ボストン、ポートランドから強固な提携関係のある。 KLM オランダ航空のハブ、アムステルダムに路線があり特にデトロイトからは、ロンドンヒースロー国際空港、ロンドンアトウィック空港やパリ、フランクフルトなどにも直行便があり、ミネアポリスからもロンドンヒースロー国際空港にノンストップ便を持っていて、大西洋路線でも、米国とヨーロッパ間のオープンスカイ協定を利用した、KLM オランダ航空とのジョイントベンチャーと呼ばれる。 スカイチームのネットワークを充実させていたが、統合後は、KLM と同じグループでもある、エールフランスとも緊密な関係を持っている。かつてパイロットたちの間では、赤い尾翼を終え、という言葉が交わされることがあった。赤い尾翼とは、すなわち赤く塗られた、ノースウェスト航空機の垂直尾翼のことである。着陸誘導装置などが、まだ発達していなかった頃、 着陸侵入時に悪天候に見舞われて迷ったら、前方でノースウエスト機が着陸体制をとっていれば、それに従えばよいという意味の教訓である。なぜノースウエスト機なのかというと、同社のハブ空港はミネアポリスとデトロイトというアメリカ北部中西部の五大湖沿岸の極めて天候が厳しい土地に位置しており、当機には 湖面から強い北風が吹き込み降雪も大井両空港では降天の中での離着陸が日常茶飯事だったからである。その経験からかつてのノースウエストのパイロットたちは特に天候を見極め技量に長けていたと言われる。また、社内にアメリカ連邦航空局公認の気象化を許し、会社が独自に作成した気象情報が提供されていたことも理由の一つである。 コンピュータやエレクトロニクスの進化によって、航法や航空管制、そして気象予測が著しく進化した結果、今日では赤い尾翼を追わなくても的確な判断ができるようになったが、それでもこの言葉が使われることが時折ある。アメリカの空港で空港管制官が離陸の順番をパイロットに伝える際にノースウェイスト機の後に着くようにというところを、 赤い尾翼を得なと言ったりするのがそれである。そもそも尾翼を赤く塗ったのは雪の多いミネアポリスとデトロイトで完成塔から機体が見やすいようにという配慮だったと言う。2003年にノースウエスト航空はロゴと機体塗装を一新したが、その際も赤い垂直尾翼の伝統だけはしっかり守られている。しかしデルタ航空との合併により全ての機体が デルタ航空の塗装に変更された。デルタ航空との経営統合前では、アメリカの航空会社として最も多くのエアバス社製旅客機、エアバス A319、エアバス A320、エアバス A330 から200、エアバス A330 から300を運航している。なお、ノースウェスト航空が発注した、ボーイング社製航空機の顧客番号、カスタマーコードは51で、 航空機の形式名は747から151、747から251、747から451などとなる。ノースウエスト航空、およびデルタ航空の国際線は2クラス制で、ビジネスクラスとエコノミークラスからなる。ビジネスクラスは、KLM オランダ航空のビジネスクラスと同じ、商品名のワールドビネスクラスと呼ばれ、 ボーイング747から400機とエアバス A330 機では、ライフラットシートが導入されていた。エコノミークラスでは、ビール、ワインを除くアルコールドリンクは 7US ドルもしくは700円の、有料サービスであり、また国内線での食事は、有料サービスにて2から5ドルで提供。エコノミークラスでの個人モニタースクリーンは、エアバス A330 機で採用されていた。 機内市はワールドトラベラーがある。ノースウェスト航空の運航する便ではウェブサイトから事前座席指定が可能である。正規割引航空券 Y、B クラスを購入の場合、またはワールドパークス上級会員の場合は機内前方のセレクトとと呼ばれるエリアの座席を指定することもできた。このセレクトシートサービスに加え非常口列の間隔が 広めの座席など特に人気の高い座席を追加料金を支払うことによって出発24時間前より指定することができる。このサービスはコーチチョイスと呼ばれワールドパークス上級会員及びスカイチーム上級会員は追加料金を支払うことなしに利用することができた。ワールドパークスはノースウエスト航空がかつて運営していたフリークエントフライヤープログラムであり 獲得したマイルにより、無料航空券やアップグレード特典を提供してた。アップグレード特典は、自社便とコンチネンタル、KLM 運航便に限られていた。会員は、ノースウエスト航空運航便は元より、スカイチーム並びに、パートナー航空会社便を利用することで、その間距離のマイルを獲得できた。また、提携している、レンタカー会社、ホテルクレジットカードなどを利用することでもマイルが、 獲得できる。ワールドパークスの獲得マイルには有効期限がない。また団体ツアーや格安航空券を利用しても予約クラスに関わらず100%のマイルが加算された。一撃年の実費飛行マイルに応じて上級会員資格が付与され2万5000マイル5万マイル7万5000マイルを超えるとそれぞれシルバーゴールドプラチナの会員資格が付与された。 上級会員には優先チェックイン、優先登場、アメリカ国内線自動無料アップグレードなどの特典が提供されるほか、シルバー会員は25%、ゴールド会員は100%、プラチナ会員は100%のボーナスマイルがついた。また、シルバーとゴールド会員はスカイチームエリート会員として、プラチナ会員はスカイチームエリート、プラス会員として、加盟学者からも、 ほぼ同様の特典を受けることができた。KLM との取り決めにより、ワールドパークスに入会できるのは、南北アメリカオセアニア、東アジア、東南アジア在住者に限られた。ノースウエストエアーリンク、現在は、デルタコネクション及びスカイチーム加盟各社に加えて、以下の航空会社との間で、マイレージプログラムの提携があった。なお、 ワールドパークスは2009年10月1日にデルタ航空のスカイマイルに統合された。2009年9月現在、以下の航空会社との間でコードシェア便の契約を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。